お待たせしました。どうも皆さんこんばんは。社民党参議院議員福島みずほです。今全国再稼働阻止ネットワークからタンポポ社のから力強いアピールがありました。大井原発3、4号機の判決は基準地震度を根本的に見直せと出しています。この10年間の間に規制当局が予想しなかった地震が5回以上起きていると、もう基準地震度をやめろと言っています。しかし規制委員会はやめていません。根本的に耐震指針を見直せ、そのことを大きく言っていきましょう。この間の参議院の予算委員会で仙台原発再稼働について質問をしました。仙台原発はご存知、たくさん火山があります。質問推書も出しました。答弁書ではこう出てきました。大噴火の予兆を今まで掴んだ例はありませんと答えてるんです。だとしたら掴めないじゃないですか。田中俊一原子力規制委員長はこう言いました。というかですね、ごめんなさい、火山ガイドラインは少なくとも燃料棒の排出をせよと命じています。で、田中さんはこのことについてこう言いました。運び出す前に5年ほど冷やさなければならないとすると、5年以上前に大噴火の予兆を発見しなければならない。でもそんなことできるわけはありません。だとすれば火山活動の可能性があるところでは原発を動かしてはならないんです。絶対に動かすな、再稼働反対、廃炉に向けて大きく声を上げていきましょう。そして今薩摩仙台市、そして鹿児島県議会で同意を取り付けることについて今きちっと話がありました。このスケジュールをぶっ壊していきましょう。そしてもう一つ言いたい、函館市が市自体として大間原発差し止めの裁判をあそこ東京地裁で起こしています。何を訴えてるか、30キロ圏内の函館防災計画、避難計画作ることを義務付けられる自治体がなんで同意権がないのかと裁判を起こしています。その通りです。30キロ圏内は避難計画作らなければならない。だったら私は言いたい、薩摩仙台市、鹿児島県議会だけでなくて30キロいや50キロ圏内の自治体の同意がなくしてなんで動かせるのか。薩摩仙台と鹿児島県議会で同意を取るなと同時に死に物狂いで函館市が裁判を起こしている。なんで30キロ圏内、まあ私は50キロ圏内とまあ言いたいですが、同意を取らないのか。その2つの自治体の同意だけで動かそうとすることにも一緒に反対をしていきましょう。私は明日、明後日と島根原発に行ってきます。明日島根原発の防災訓練が行われます。実際この目で防災訓練どうなのかを見てきます。以前島根原発の中に入りました。トンネルのすぐ向こうに島根原発があります。県庁所在地にある唯一の原発が島根原発です。その小さなトンネルの入り口にはなんと老人病院があります。老人病院がある中でどうして安全だと言えるんでしょうか。だから私たちは避難計画、防災計画、絵に描いた餅、こんな原発再稼働させない、その声も大きく上げていきます。明日明後日と中国地方の反原発の人たち島根に集まって議論をします。再稼働反対阻止全国ネットワークもそうですが、全国の皆さんとしっかりつながって、そこの国会で必ず原発再稼働反対、原発廃炉にということを実現をしていきます。そして最後に言いたい、私小渕優子さん人柄は大好きです。でも皆さん、原発再稼働という経済産業大臣はやめてもらおうではありませんか。やめろと、やめろと
こんな地震国、火山大国の日本で原発再稼働を言う経済産業大臣はいらない。その声も大きく上げていきましょう。頑張りましょう。